西宮古野城駅は、宮崎県宮古野城市松本町にある、九州旅客鉄道日報本線の駅である。事務官高度ドは94万512。宮古野城市中心部への最寄り駅で全列車が停車し、宮崎方面から来る多くの普通列車が当駅を、始発、終着としている。一方の国部、鹿児島方面の普通列車は一日あたり旧往復と、 激減する。かつては、渋士線が接続していた。高架化後リニューアル前の駅舎。2005年3月30日撮影リニューアル前の駅舎。2017年3月17日撮影コンコース、短式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線の合計2面3線を有する高架駅で、駅舎は高架下にある。駅舎は、 その大部分が広いコンコースでその端に出札口と改札がある。駅舎にはその他に封鎖された待合所跡がある。かつては土産物屋、軽食、駅弁屋があったが、その形跡は残っていない。国部方面で線路のない高架橋が南方向へ枝分かれしているが、これは1987年まで営業していた渋士線の廃線跡である。 高架は分岐して、すぐに途切れ、その先は、住宅地に転用されている。高架化完成が1980年であるため、渋士線部分の高架の使用期間は10年に満たなかった。JR 九州サービスサポートが、駅業務を受託する、業務委託駅であり、切符売り場が設置されている。2017年10月に駅舎がリニューアルされ、外装は、 白と黒を基調にした色となり、駅名表示は、文字が、金色になり、都の城島津市の家紋である、丸に10文字が入れられた。柏飯、駅前に、瀬戸山弁当という駅弁の店があり、柏飯等が有名で、大型時刻表にも、駅弁マークが記載されているが、現在は駅前での店舗販売のみとなっている。主な駅弁は、下記の通り、 2020年度の1日平均乗車辞任は342人である。近年の1日平均乗車辞任の推移は以下の通り。サ都城上駅前の4、5、7の道林都の城市が市内にある。都の城市の中心市街地である。中央通りは都の城駅よりも当駅の方が近い。また、都の城市役所も当駅が最寄り駅である。宮崎交通。 サイト上、駅前バスセンターかつての駅名表。今町の文字がうっすらと残っていた現在の駅名表。ありがとうございます。